2024年6月16日、雨が降ったり、止んだりの日、南南東の風、風速は3メートル。雨雲抜けきるタイミングで釣り場到着。虹が綺麗でしたが、この後、通り雨に遭遇して、ずぶ濡れ。18時44分、1回目。釣り始めから1時間、何も反応ないので、マメイカシーズン、終わったかと思ったのだ。強風予想、そして、通り雨、直近のマメイカ釣果は、パッとせず、釣り場は誰もいない、貸し切り状態、一杯だけ釣れたので、イカはいなくもない、ライトをオンにして、日没後も続行。20時5分、2杯目、ちょい斜め左でが、と、来た。20時30分、3杯目、ちょい前、5メートル先の光の境目でおさわり。20時34分、4杯目、同じ光の境目で。20時38分、5杯目、同じ場所、来たかも。20時40分、6杯目、同じところに、投げっぱなしで放置、いつの間についてた。20時42分、7杯目、投げっぱなしで放置。20時43分、8杯目、同じ場所、楽しい。20時44分、9杯目、餅つき状態、わっしょい。20時46分、10杯目、つぬけ。21時03分、1ラッシュ終わったので、おしまいにしました。粘ったらどうなったのか、気になるところですが、さばいて塩作り作りたい。マックスバリューで、塩麹調達するなら、21時45分までにたどり着きたい。